はじめまして、ゆずきゆかりです。決めた。大市町に行こう。中間から南半な道路の速道でここまでは来ました。ローソンの店員さんに道を聞いたので大市町に向かいます。ここに車を止めて行きたい場所がたくさんあるのですが夕暮れです。帰りは駅を見てから高速で帰ります。道の駅も閉まってます。のんびりして行ってね。いや、もう帰らないと。すでに時刻は19時を回っています。言い訳させてもらうと道を覚えるために普段行かない道を運転しているというわけで。そうなんですよ、だから夕方になってしまったのです。いや、まあ大阪に住んでるので下道で来たとしてもなんでこの時間とはなるわけですが。コンビニで NHK 代払おうと思ってコンビニ探してたら結構遠くまで来てしまったと。あとここに来る手前にある道の駅どうやって行くか再確認もしてたというのが本音です。けど帰りは時間もあれなんで高速で帰るわけですけどね。これが駅か。暗すぎてあんまりわからなかったのでまた明るい時間にでも来たらいいですねというわけで最後までの視聴ありがとうございました。